本日はメンバーはナイトにコミュニティチームから1人、戦士にはプログラマーさん、竜騎士には皆さんおなじみモッチ、おっとランドスライドがいきなり出ていますね。で文句にはアシスタントディレクターの高井さんで PM チームからお二方、おっと重みがもう出てはすごいことになってますが、はい、今のはマウンテンバスターでしょうか。随分アグレッシブな感じになっております。おっとここで激震が来ました。すごいですね。で黒魔同士は我らがヨシピです。で白魔同士には皆さんブログでおなじみ M ちゃんが入っております。今またマウンテンバスターですかね。おっと重みです。重みが来ております。どうでしょうか。お、さすがに皆さんかわせてますね。ほう、いつもと様子が、おっとまたマウンテンですかね。いつもとちょっとだいぶちょっとどころじゃなく、おっとランドスライドです。ちょっとどころじゃなく様子が違うタイタンさんですが、ここでジオクラッシュです。おっといつもより赤い範囲が随分広いようですが、狭いおほうほう、あはは、おっとランドスライド3本出ました。おお、はあ、よく持ってんなこれ。おっとジェイルです。ジェイルが2人同時なんじゃこれさあ、ああ、どっちを助けるのかな。どうすんのこれ。はい、皆さん壊してください、壊してください。はいはい、はい、ひどい連携。ちょっと皆さん、あっとあっと、おっとっとおっとっと、何してんすかあいつはあはあ、でじゃお、あれバカッと爆発したら戦闘不能の雰囲気ですね。ああ、ああ、これはわかんですな。なるほど。あれですな。ははいや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 。どうすんのかな。お、微妙に生き残っているのは、文句。ああ、高井さんですね。高井さんですね。あ、飛びました。はい、はい、というわけで初っ端 PS4 で動いている画面でございます。まあシェアをしようとすると出ました。シェアがですね。はあ、でそんな戻ってくるね。はいはいはい、すごいサクサクじゃないですか。はい、皆さんにちゃんと伝わってるといいんですが、じゃあ PS4 だというのを認識した上でもう一回だけざっくりきた。ざっくり、じゃあ皆さんのチャンスですよ。パワーアップしてください。はい、きっとマジかって言ってるに違いないんですけど、はい、はい、急いで準備してください。もう一回話と違うじゃん、ノリでやるなって言われると思うんですけど、はい、はい、ちなみにあれですね、エリックプラス1に、みんなダークライトの状態ですかね、これね。そう、あれなんですよね、僕、音が聞こえないんでね、はい、そうなんですよね、放送上、皆さん、音とセットで聞こえてると思いますが、この部屋はね、静かなものです。はい、いいですかね。準備ができたら、ナイトの方が突っ込むのでスタートすることで、基本死ぬのでいいんですよ。はい、すごいですね。はい、まあそうですね、皆さん的にはタイタン、僕タイタンの様子も気になるとは思いますが、どれぐらいこう、なんだろう、ぬるぬるで動いてる。そうなんです。PS4 でどんぐらい動いてる。これあれなんです。放送の入力的には、1080p のフルスクリーンで入力しております。放送チャンネルによっては 720p までとか、それは皆さんのご覧になる環境で違うんですが、これが、PS4 版での画面サイズと思っていただければよろしいかと思います。あ、やべ。あ、重みで死んだ方がいらっしゃるんですね。誰でしょうね。誰ですか。死人の方ですかね。あれ、忘れちゃった。うん。なので、まあこのエフェクトの感じであるとか、操作がサクサクしているとか、その辺あたりをぜひぜひご注目いただきたいところですね。まあいきなり狭くなりますな。いいですね、これちょっと笑けてきます。いいですね、解説ね。これね、まあそうなんですよ。ここをちゃんとやるとそうですよ、攻略になっちゃいますから。そうなんですよ。これどうするんでしょうね。これどうするんだろうね。ここで後ろ見ていただくとあれですよ、例のドスコイが来ておりますね。ドーンバーンっていうことになっておりますので、さあさあこれどうすんだこれ。おお、全く連携せずに2人を見殺しにする系ね。そうですね。はい。と、で使用しているキャラクターを、PS4 のベータで使えますか。はい、その2月22日からスタートする最初のベータテストは、新キャラのみです。一番最初にベータテストフェーズ1として以前の CS14 のローンチの時にやらせていただいたのと同じく、ハードウェアの固有のチェック、デバッグをプレイヤーの皆さんと一緒にさせていただきたいので、そこは引き継ぎデータではないです。ただその次にあるテストから、もう引き継ぎというか、プレイヤーの皆さんが今 PS3 版とか PC 版で使ってるキャラクターっていうのが PS4 で使えるようになります。という予定ですね。はい、ありがとうございます。で次です。PS4 版のベータテストは、専用サーバーで行われるんですか？その一番最初のハードウェアチェックというか、ハードウェアの固有な問題がないかどうかのチェックに関しては、専用ワールドを立てますので、そちらで PlayStation 4の、ベータテスト参加者のみが入れるワールドで、プレイをしていただくことになります。はい、ありがとうございます。では次の質問ですが、ただ、そのさっき言った当然その次のテスト段階から、皆さんのキャラクターで引き継いで遊べるってことは、専用じゃなくて一般の公開ワールドでプレイが可能になるというふうに思ってもらえればいいかな。はい、ありがとうございます。では次です。PS4 版の新生 FF14 をプレイするためには、PlayStation プラスに加入する必要がありますかという質問でした。来たよ。ですね、綺麗ですね。綺麗ですね。そうですね。綺麗ですね。嘘っぽいんだよな。ちゃんとそうですよ。そういうのを挟んでいかないと。確かに確かに。そうなんですよね。PS4 版だってわからないぐらい。まずもしかするとご存じない方もいるかもしれないので、順を追ってご説明したいんですけど、PlayStation 4には。PSN プレイステーションネットワークプラスっていうサービスがあって、その、プレイステーションネットワークプラスに入会すると、月額500円かかるんですけど、さまざまな例えばオンライン対戦提供とか、いろんなネットワーク上のオンラインサービスが、ソニーコンピューターエンターテインメントさんの方から受けられるっていう、プレミア会員みたいな形なんですけど、要は今のご質問って「ファイナルファンタジー14」をPS4 版でプレイするときに、その会員になってないと遊べない。何も変わらないですね。でさっきのタッチパッド、これカーソル見えます？これそうですね、画面の中央にマウスカーソルが動いているのが見えますか？どうしましょう。手元カメラっていう今回新兵器があるんですけど、使ってみます。こちらこんなものをご用意しましてですね、コントローラーがわからないので、ちょっとくださいね。いいですか？ちょっとくださいね。よいしょ。手元カメラもじゃあオンにしていただいて、よいしょ。こんな感じでタッチパッドを使うとですね、画面の方ではマウスが動いているのが見えるかなと。でこれボタンを押すとクリックの役目をするね。こんな風に使えます。というように使えます。スピードもね、多分コントロールできるので、もっと早くとか動かしたいとかいうのも可能だと思います。はい。ありがとうございます。じゃあ一旦ちょっとですね、手元カメラじゃない画面にしていただいていいですか？はい、ありがとうございます。では次の質問に行きたいと思います。PS4 版ではゲーミングキーボードやマウスに対応していますか？対応っていうのを、何を指して対応っていうのかがちょっと難しくて、よくゲーミング系のものだと特殊操作に最初からマクロが組まれてるとかいろいろあるんですけど、そういうのは基本皆さんの自由に設定してくださいがポリシーなので、基本 USB なので、させは普通に動きますはい、なので今見ていただいている通り、僕これゲームパッドモードですけど、普通にこれ今マウスで僕操作してるんですけど、マウスキーボードも全部併用なので、で解像度見ていただいて分かる通り、まさしくフル HD のそういう状態ですね。はい、今日このために危険を冒してフル HD 放送しているというね、そうですね、技術スタッフが大きくうなずいているそうなんです。はい、では次いきますね、次の質問です。ちょっと経路が変わりますが、PS4 版でも、コレクターズエディションは発売されますか？場所を移動します。ちょっとワイプ切ってください。はい、このアクションのデータとかを持ち越せる仕様はありますか？この UI の登録してあるアイコンの登録であるとか、それは例のあれです。サーバーセーブが間に合えばです。はい、間に合えばです。じゃあ間に合えば、間に合えば、はいはいはい。では次です。ここね、ちょっとポイントなんですけど、蛮族クエストのためにシルフの拠点、ここシルフの狩り宿なんですけど、変わってるので、こんなとこなかったはずなんですよね。なるほどなるほど。これ、あ、本当だ。おお。とまあ、いくつかですね、こうなんとマップがですね、ここだけじゃないです、実は何箇所か変わっている場所があってですね、そうですね、皆さんできれば、なんだろうな、どっか町とか、拠点とかにいてログアウトしていただくと、ログインした時にあれわ石の中にいるみたいなこともちょっとありえると思うんで、まあデジョンすれば大丈夫なんですけど、ちょっとだけ注意をしてください。ご注意ください。はい。では次ですが、次はですね、もう一つのお待ちかねに行きたいと思うんですけれども、PS ビータを使ったリモートプレイを実機で見せてほしいということですが、今日はね天候に恵まれないね、なのでちょっとじゃあいいですか、もっといいよ。良さげなリモートプレイスなんですけど、はい、ドキドキおうちの中のプレイステーション4を今検索していて、通信が確立 PS4 の画面の方に右上にちょっと見えますかね、リモートプレイがとか始めましたっていうのが出ましたね。でつながると出ました。さて両方出てる、出てます。これこう、はい、これ大丈夫です。はい、カメラで合わせます。はい、こんなおーちょっとねまだね読み込み速度を最終調整中なんでね、あんまり今見せるとねって言われそうなんで、早いのは早いんですよ。そうでしょう、皆さんこのぬるぬる感伝わってるでしょうかね。ほとんどなんだろう、こう左下に出てるのが PS4 側が動いてる画面なんですけど、ほぼフレーム的に差がないの分かりますかね。数フレームですね、多分3フレームぐらい、これは通信をしているので、ただ、モルブもうちょっと寄れる？寄れます、寄れます。こんな感じですね。わかりますかね。いや、これビータですね。これもこうされると、また言われないとわかんないパターンですよね。そうですね。はい、引くとビータだよと。これはすごいですよね。これはすごいですよ。映り込むライト。でただ、さっきもちょろっと置いていいですかね。さっきもこうなるとあれなんだ。僕らの顔全く見えないですね。まあいいねこっちのも。これって、さっきも言ったようにまずビータとプレイステーション4の間に電波を飛ばしてこうやり取りしてるわけですよ。映像だけもらってきてるわけで、こっちから入力、キーの入力だけ PS4 に渡す。で PS4 から今度はさらにゲームサーバー、僕らのデータセンターに対してこうパケットのやり取りをしてるので、2回それが走ってるから、当然ちょっと重いというか、ズレがやっぱり出るわけですよ、ゲームとして。だからさっき見ていただいた極タイタンのようなものにやっぱり行っちゃうと、はい、やっぱちょっとズレが出たりするので、あんまりキワキワなやつへ行くよりは、多分僕本当にこのクオリティすごいと思うので、はい、例えば釣りをしたり、クラフトをしたりっていうのをこれで寝転がりながらやれるのは相当便利。これは便利ですよ。ちょっと本当になんかね、お金もらってんのっていうぐらい宣伝しますけど、はい、これはね、ちょっとすごいです。本当すごい。本当にそうなんです。単純にすいません、ゲーマー丸出しであれなんですけどそうなんです。作ってみて思いましたけど、すごかった。 PS4 はすごいんですけど、ビータがこれはまたいいですよね。うん、そうなんですよね、はい、この解像度でね、ぬるぬるなんで。でこれ例えばですけど、山手線、はい、に乗ってWi-Fi で家の PS4 起動しておいて、つないで PS4 それができると、そう、さらにサーバーにつながってるんでみたいなこともできるっていう。そうなんですよ、ね、だから僕らそこまで検証はしないですけどね、はい、もちろん。ただやろうと思えば多分できるんですよね。すごい、これはねすごい、本当すごいですよね、うんうん、ただそうですね、押村区は天候だけがあって、そうそうそうなんですよもっとこう、なんだろう、晴れ晴れとした感でやりたかったんですよね。ウェザーコマンドだ。どうすかこれねえ、分かんないですよね。おっとおっと、フォーカスがぼやけた。はい、ゲームもここまで来たかって感じですね。すごいですよね。おっ、大体満足いただけたでしょうかね。はい、関連した質問ですが、はい、ビータのタッチパネルって使えるんですかと、はい、使えますよ、いうことなんですが、どっちのタッチパネル？どっちでしょう。裏？表？表？今僕裏使ったんで抜刀したの見えます？ほら、押し込みをしたんで。はいはいはい。そう、ほら、お、ね、できるんですよ。できるんです。ちなみに表ってどう思いますか？うん、そう触れですよ。あ、普通に、はい、そうか、実行できちゃいますけど、ただ小さいんでね、すっごいこれ。そうですね、なんか普通に多分タッチ使うより普通にLR で使ってた方がいいと思います。で当然今回、はい、PS4 に向けてなんだろう、ボタンカスタマイズをビータにできるだけこう合わせやすいようにみたいなのも考えてるので、はい、うん、ですね、カメラを一旦ですね、はい、それです。はいはい、大変だった、もうずっとビータ関連で関連した質問ですが、ビータにはコントローラーと違って R1R2L1L2 がないですけれども、それらのキーを使った動作っていうのはどうなるんでしょうか。ああ、もうだから割り振っていただくしかないです。あ、なるほど。今ある中に裏、いわゆるタッチなんで裏に割り振って、要は今回まあ 2.1 でできるんですけど、はい、L1 と L2 とかの関係を逆にしてもらったり、あとそのボタンでトグルにしてしまって、うん、ビータでやるときはゲームパートモードだともう1回切り替えたらもうずっとクロスホットバーをオンにしておくとか、はい、そんな感じで使っていただくしかないとは思いますね。やっぱりインターフェースの数と思います。うん、PS ビータのリモートプレイは、はい、はい、ベータテストや正式サービスの開始時点から利用できるんでしょうか。確約まではちょっとまだいかないんですけど、はい、基本大丈夫というふうに今のところ進捗しているので、まあそもそも今放送でも見ていただいたように、はい、きっちりできてはいるので、そのままできれば、うん、PS4 版の、まあ、プロモーションもある意味兼ねてるので、ベータテスト、はい、はい、なので使っていただけると思っていただいて大丈夫かなとは思います。はい、ご期待ください。はい、それでは PS4 関連これで最後かな、もう一個ちょっとビータ関連が多いんですが、うん、うん、ビータを使ったセカンドスクリーンの機能に対応していますか。ああ、またちょっと専門的ですね。マップだけをビータに表示しておいて、ね、こうとかですよね、うん。でも確かに FPS とかであったりするんですよね、はい、あとインベントリーだけ、はい、PS4 版すごいことに別に別で作ってるわけじゃないんですよねだからパッチ 2.1 がもう動いちゃってるんですよ、はい、PS4 で。これちょっとアイコン小さいよな、多分画面通じると。これその座って椅子に座ってでも大丈夫ですよとか、はい、チョコマークついてるやつはマウントしながらできますよとか分かりやすくなったんですよ、ね、お、せっかくあるので割ってみる。よいしょ。あ、いけますね、いけますね。このマークですね。はい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 、はい、そう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 、こんな感じにね。ちょっともうちょい右行って、よいしょ。そうそうそう、こんな感じで、はい、皆さんのご要望が強かった部分ね、はい、はい、対応しておりますので、はい、画面もだからまあ本当にその隠し玉ありませんかっていうご質問ありましたけど、本当に本当に僕がやっぱりお話しするのってどうしてもそのコンテンツとか遊びのお話になっちゃうんですけど、はい、もう全チーム、それぞれの役割の中で、で解像度を見ていただいて分かる通り、はい、まさしくフル HD なので、はい、そういう状態ですね。はい、今日このために危険を冒してフル HD 放送しているというね、そうですね、技術スタッフが大きくうなずいているそうなんです、はい、では次いきますね、はい、次の質問です、ちょっと経路が変わりますが、PS4 版でも、うん、コレクターズエディションは発売されますか。場所を移動します。ちょっとワイプ切ってください。はい、このアクションのデータとかを持ち越せる仕様はありますか。この UI の登録してあるアイコンの登録であるとか、それは例のあれです。サーバーセーブが間に合えばです。はい、間に合えばです。じゃあ間に合えば、間に合えば、はいはいはい。では次ですが、ここねちょっとポイントなんですけど、蛮族クエストのためにシルフの拠点、ここシルフの狩宿なんですけど、はい、変わってるので、ははーん、こんなとこなかったはずなんですよね。なるほどなるほど。これ、あ、本当だ。おお、ね、ほほと、まあ、はい、いくつかですね、こうなんとマップがですね、ここだけじゃないです、実は、うん、何箇所か変わっている場所があってですねそうですね、皆さんできれば、なんだろうな、どっか町とか、はい、拠点とかにいてログアウトしていただくと、うん、ログインした時に「あれわ、石の中にいる」みたいなこともちょっとありえると思うんではい、まあデジョンすれば大丈夫なんですけど、ちょっとだけ注意をしてください。はい、ご注意ください。はい、では次ですが、うん、次はですね、もう一つのお待ちかねに行きたいと思うんですけれども、PS ビータを使ったリモートプレイを実機で見せてほしいということですが、今日はね天候に恵まれないね、なのでちょっとじゃあいいですか、もっといいよ良さげなリモートプレイですか。はい、ドキドキ。お家の中のプレイステーション4を今検索していて、通信が確立。PS4 の画面の方に右上にちょっと見えますかね。リモートプレイがとか始めましたっていうのが出まして、でつながると出ました。さて両方出てる？出てます。これこう、はい、これで大丈夫です。はい、カメラで合わせます。はい。こんなおーい。ちょっとねまだね読み込み速度を最終調整中なんでね、うん、あんまり今見せるとねって言われそうなんで、早いのは早いんですよ。そうでしょう、皆さんこのぬるぬる感が伝わってるでしょうかね。ほとんどなんだろう、こう、はい、左下に出てるのが PS4 側が動いてる画面なんですけど、はい、ほぼフレーム的に差がないの分かりますかね、うん、数フレームですね、多分3フレームぐらい、うん、これは通信をしているので、はい、ただモルブもうちょっとか寄れる？はい、寄れます寄れます。こんな感じですね、わかりますかね。いやー、これビータですね。これもこうされるとまた言われないと分かんないパターンですよね。そうですね、はい、引くとビータだよと、ホラーすごいですよね。うん、ホラーすごいですよ。映り込むライト。はい、でただ、はい、さっきもちょろっとちょっと置いていいですかね。さっきもあこうなるとあれなんだ。僕らの顔全く見えないですね。あまあいいねこっちでも。これって、はい、さっきも言ったようにまずビータとプレイステーション4の間に電波を飛ばしてこうやり取りしてるわけですよ、はい、映像だけもらってきてるわけで、はい、でこっちから入力、はい、キーの入力だけ PS4 に渡す、はい、で PS4 から今度はさらにゲームサーバー、うん、僕らの、データセンターに対してこう、はい、パケットのやり取りをしてるので2回それが走ってるから、当然ちょっと重いというか、うん、ズレがやっぱり出るわけですよゲームとして。だからさっき見ていただいた極タイタンのようなものにやっぱり行っちゃうと、はい、やっぱちょっとズレが出たりするので、あんまりキワキワなやつへ行くよりは、うん、多分僕本当にこのクオリティすごいと思うので、はい、例えば釣りをしたり、クラフトをしたりっていうのをこれで寝転がりながらやれるのは相当便利。これは便利ですよ。ちょっと本当になんかねお金もらってんのっていうぐらい宣伝しますけど、はい、これはね、これはちょっとすごいです。本当すごい。本当に。そうなんです。単純にすいません、ゲーマー丸出しであれなんですけど、そうなんです。作ってみて思いましたけど、すごかった。PS4 はすごいんですけど、ビータがこれはまたいいですよね。うん。そうなんですよね。はい、この解像度でね、ぬるぬるなんで。で、これ、例えばですけど、山手線、はい、に乗って、そうです。Wi-Fi で家の PS4 起動しておいて、繋いで、そうなんですね、PS4 それができると、そうさらにサーバーにつながってるんでみたいなこともできるっていう、はい、そうなんですよ、ね、だから僕らそこまで検証はしないですけどねはい、もちろんただやろうと思えば多分できるんですよね。すごいこれはねすごい本当すごいですよね、うんうん、ただそうですね、押村区は天候だけがあってそうなんですよもっとこうなんだろう晴れ晴れとした感でやりたかったんですよね。ウェザーコマンドだ。どうすかこれ。ねえ。わかんないですよね。おっと、フォーカスがこやげた。はい。ゲームもここまで来たかって感じですね。すごいですよね。大体満足いただけたでしょうかね。はい。関連した質問。いいんですよ。はい。そうですね、皆さん的には「タイタン」僕「タイタン」の様子も気になるとは思いますが、どれぐらいこうなんだろうぬるぬるでクオリティーそうなんです PS4 でどんぐらい動いてるこれあれなんです。放送の入力的には 1080p のフルスクリーンで入力しております。放送チャンネルによっては 720p までとかそれは皆さんのご覧になる環境で違うんですが、これが、PS4 版での画面サイズと思っていただければよろしいかと思います。あやべあ、重みで死んだ方がいらっしゃるんですね。誰でしょうね。誰ですか。死人の方ですかね。あやべ、忘れちゃった。ので、まあこのエフェクトの感じであるとか、操作がサクサクしているとか、その辺あたりをぜひぜひご注目いただきたいところですね。まあ。いきなり狭くなりますな。いいですね。これちょっと笑けてきます。いいですね、解説ね。これね、まあそうなんですよ。ここをちゃんとやるとそうです。攻略になっちゃいますから。そうなんです。そうなんですよ。これどうするんでしょうね。これどうするんだろうね。ここで後ろ見ていただくとあれですよ。例のドスコイが来ておりますね。ドーンバーンっていうことになっておりますので。さあこれどうするんだこれ。もう全く連携せずに2人を見殺しにする系ね。そうですね。はいとで使用しているキャラクターを、PS4 のベータで使えますか。はい、その2月22日からスタートする最初のベータテストは、はい、新キャラのみです、はい、一番最初にベータテストフェーズ1として以前その CC14 のローンチの時やらせていただいたのと同じくハードウェアの固有のチェックデバッグをプレイヤーの皆さんと一緒にさせていただきたいのでそこは引き継ぎデータではないです、はい、ただその次にあるテストから、うん、もう引き継ぎというかプレイヤーの皆さんが今 PS3 版とか PC 版で使ってるキャラクターっていうのが PS4 で使えるようになります、うん、はい、はい、という予定ですね。はい、ありがとうございます、はい、で次です、うん、PS4 版のベータテストは、うん、はい、専用サーバーで行われるんですか？その一番最初のハードウェアチェックというか、はい、ハードウェアの固有な問題がないかどうかのチェックに関しては、専用ワールドを立てますのでそちらで PlayStation 4の、ベータテスト参加者のみが入れるワールドで、プレイをしていただくことになります。はい、ありがとうございます、では次の質問ですが、ただ、はい、そのさっき言った当然その次のテスト段階から、はい、皆さんのキャラクターで引き継いで遊べるってことは専用じゃなくて一般の公開ワールドでプレイが可能になるというふうに思ってもらえればいいかな。はい、はい、ありがとうございます、では次です、うん、PS4 版の新生 FF14 をプレイするためには、うん、PlayStation プラスに加入する必要がありますかという質問でした。きたよー。ですね、はい、綺麗ですね。綺麗ですね。そうですね。綺麗ですね。嘘っぽいんだよな。ちゃんとそうですよ、うん、そういうのを挟んでいかないと。確かにそうなんですよね。 PS4 版だってわからないぐらい、はい、はい、まずもしかするとご存じない方もいるかもしれないので、はい、順を追ってご説明したいんですけど、はい、PlayStation 4にはPSN プレイステーションネットワークプラスっていうサービスがあって、はい、その、プレイステーションネットワークプラスに入会すると、うん、月額500円かかるんですけど、さまざまな例えばオンライン対戦提供とか、はい、いろんなネットワーク上のオンラインサービスが、ソニーコンピューターエンターテインメントさんの方から受けられるっていう、うん、まあ、プレミア会員みたいな形なんですけど、はい、要は今のご質問って「ファイナルファンタジー14」をPS4 版でプレイするときに、はい、その会員になってないと遊べない、何も変わらないですね、はい、でさっきのタッチパッドこれカーソル見えます？これそうですね、画面の中央にマウスカーソルが動いているのが見えますか？どうしましょう。手元カメラっていう今回新兵器があるんですけど使ってみます？こちら、ね、こんなものをご用意しましてですね、コントローラーがわからないのでちょっとくださいね。いいですか？ちょっとくださいね。よいしょ。手元カメラもじゃあオンにしていただいて、よいしょ。こんな感じでタッチパッドを使うとですね、画面の方ではマウスが動いているのが見えるかなと。でこれボタンを押すとクリックの役目をするね。はい。こんな風に使えます。というように使えます。スピードもね、多分コントロールできるので、もっと早くとか動かしたいとかいうのも可能だと思います。はい。ありがとうございます。じゃあ一旦ちょっとですね、手元カメラじゃない画面にしていただいていいですか？はい、ありがとうございます。はい、では次の質問に行きたいと思います。PS4 版ではゲーミングキーボードやマウスに対応していますか？対応っていうのを、うん、何を指して対応っていうのかがちょっと難しくて、はい、よくゲーミング系のものだと特殊操作に最初からマクロが組まれてるとかいろいろあるんですけど、はい、そういうのは基本皆さんの自由に設定してくださいが14ポリシーなので、はい、基本 USB なので、はい、挿せは普通に動きます、はい、なので今見ていただいている通り、うん、僕これゲームパッドモードですけど、はい、普通にこれ今マウスで僕操作してるんですけど、はい、そうですね、マウスキーボードも全部併用なので。本日のメンバーはナイトにコミュニティチームから1人、戦士にはプログラマーさん、竜騎士には皆さんおなじみモッチ、おっとランドスライドがいきなり出ていますね。で文句にはアシスタントディレクターの高井さんで PM チームからお二方、おっと重みがもう出てはすごいことになってますが、はい、今のはマウンテンバスターでしょうか。随分アグレッシブな感じになってます。おっと、ここで激震が来ました。すごいですね。で、黒魔同士は我らがヨシピです。で、白魔同士には皆さんブログでおなじみ M ちゃんが入っております。今またマウンテンバスターですかね。おっと、重みです。重みが来ております。どうでしょうか。お、さすがに皆さん買わせてますね。ほう、いつもと様子が、おっと、またマウンテンですかね。いつもとちょっとだいぶ、ちょっとどころじゃなく、おっと、ランドスライドです。ちょっとどころじゃなく様子が違うタイタンさんですが、ここでジオクラッシュです。おっと、いつもより赤い範囲が随分広いようですが、狭いほうほう、あはは、おっと、ランドスライド3本出ました。おお、はあ、よく持ってんなこれ。おっと、ジェイルです。ジェイルが2人同時なんじゃこれさあ、ああ、どっちを助けるのかな。どうすんのこれ。はい、皆さん壊してください、壊してください。はいはい、はい、ひどい連携。ちょっと皆さん、あっと、おっとっとおっとっと、ナイスですかあいつはあはあ、で、じゃお、あれ、おっと、爆発したら戦闘不能の雰囲気ですね。ああ、ああ、これはわかんですな。なるほど。あれですな。はは。いや。どうすんのかな。お、微妙に生き残っているのは。文句、あ、高井さんですね。あ、飛びました。はい、はい、というわけで、初っ端 PS4 で動いている画面でございます。まあ、シェアをしようとすると出ました。シェアがですね。はあ。で、そんな戻って。はい。すごいサクサクじゃないですか。はい。皆さんにちゃんと伝わってるといいんですが。じゃあ、PS4 だというのを認識した上で、もう一回だけざっくり。ざっくり、じゃあ皆さんのチャンスですよ。パワーアップしてください。きっとマジかって言ってるに違いないんですけど、はいはい、急いで準備してください。もう一回話と違うじゃん、ノリでやるなって言われると思うんですけど、はい、ちなみにあれですね、エリックプラス1にみんなダークライトの状態ですかね。あれなんですよね、僕音が聞こえないんでね。そうなんですよね。放送上皆さん音とセットで聞こえていると思いますが、この部屋はね、静かなものです。はい、いいですかね。準備ができたらナイトの方が突っ込むのでスタートして、基本死ぬので